おはようございます。おはようございます。モークさん、おはようございます。リエさん、おはようございます。マリちゃん、おはようございます。アヤポンさん、おはようございます。今日はいい天気ですね。はい、今日はいい天気です。はい、マリちゃん、それからこれなんて読むんでしょうか、ちょっとわからない。シソンさん、シソンさん、おはようございます。メイターさん、おはようございます。メイターさん、はい、それではですね、ちょっと周りを、ここはですね、まあ一番電波が安定して一番ですね、まあ放送しやすい場所ですね。放送しやすい場所。なかなかですね、放送っていうのは意外と難しくて、いろんな条件があって、いろいろ何箇所かあるんですけど、ここは一番いいかもしれません。ルルさん、おはようございます。太陽さん、ユウさん、おはようございます。ここはですね、一番放送しやすいです。電波がですね、やっぱり一番大事ですね。電波がなければ放送できません。電波が安定してるかどうか、とても大事です。ここは電波意外といいですね。こんなちょっとなんかへこんだような場所なんですけど、しかし電波はいいですね。コニーさん、おはようございます。今日のタイトルは、聖霊様によって救われる、聖霊様によって救われるというタイトルです。はるきさん、玉置県は自然の美しいとこですね。そうですね、ここは結構自然が多くて放送しやすいですね。放送しやすいです。ちょっとブランコはちょっとあれかな、濡れてるかな、大丈夫ですね。はい、ジャンクさん、おはようございます。あ、花さん、おはようございます。おはようございます。聖霊様によって救われる、聖霊様によって救われる。私たちはイエス・キリストを信じて救われました。そしてイエス様おっしゃいました、あなたが選んだのではない、私がまず選んだのだ。イエス様が私たちを見て選んで、そして私たちは選ばれて救われました。私たちが選んだのではない、まずイエス様が選んだのです。ですから救いの主権は、イエス様にあるわけです。私たちは肉の力、ヨハネ一章にありますね、肉の力、血によって救われたのではない、その神様によって救われたんです。では、神様が私たちを選ぶ基準は何でしょうか。神様が私たちを救う基準は何でしょうか。それはですね、一つは、私たちが神様に対してどういう気持ちを持つかということですね。イエス様おっしゃいました、低くするものは高くされる、低くするものは高くされる、高くする、自分を高くするものは低くされる、自分を高くするものは低くされるとイエス様おっしゃいました。どういうことですか。つまり私たちはへりくだると救われるというふうに考えます。ダットーさん、おはようございます。高ぶるものは救われないということですね。傲慢なもの、高ぶるものは救われない。劉備さん、おはようございます。へりくだって低くするものは救われるということですね。どうしてですか。どうして低くするものは救われるんですか。それは、私たちは、神様に対して、神様によって救られたんですから、
神様によって生かされてるんですから、当然私たちは神様に対して低くなるべきです。不信仰というのは神がいないとか、神なんか死んでるとか、それは神様を無視しているわけですね。まあ、それが傲慢ですね。傲慢です。つまり自分を低くするということは、神様に感謝する。あ、神様が私を救ってくれた。神様が私を生かしてくれている。私を救うために十字架にかかって死んでくれた。これが感謝ですよね。その感謝するということは、結局は低くする、低くなるということです。なんとなく皆さんわかるでしょ？人間でもですね、まあ傲慢な人は感謝しないですよね。傲慢な人は感謝しない。ありがとうございます。感謝します。ね、それなんか腰が低いってよく言いますけど、まあへりくだってるとですね、人にも喜ばれます。傲慢で高ぶった人、ね、嫌われますよね。劉備さん、神様は私をひどい目にばかり合わせるというのは、劉備さん、それはね、誤解なんです。誤解なんです。神様が劉備さんをひどい目に合わせてるんではないんです。悪魔がね、悪魔が劉備さんをひどい目に合わせてるんです。そして悪魔がですね、神様のせいにしてるんですね。神のせいにしてる。ですから、劉備さんは悪魔に騙されてるんですね。悪魔に騙されて、神様を悪者に思わされてる。そして、そう、サタン。サタンの味方にさせられているんです。結局ね、多く悪いことをする人っていうのは、悪いことをするっていうのは、悪魔に騙されてね、神様を悪者にして、それで悪いことをしてしまうんです。つまり、悪魔に騙されて犯罪を犯すんですね。ですから、皆さん、私たちは、神様と正しい関係になってこそ、神様に正しい関係になってこそ、私たちは神様に近づくことができます。神様に感謝しなければ、ね、神様に感謝しなければ喜ばれないのは当たり前ではないでしょうか。香港のデモはどうして起こっているのでしょうか。昨日の朝、おとといかな、昨日の朝か、おとといやったかな。ですね、香港の人はクリスチャンが多いんですね。クリスチャンが多いんですが、中国の独裁政権、共産党一党独裁政権に対して、多くの人は、その、独裁政治、誰だって嫌ですよね。独裁政治嫌でしょ。それに対して、戦ってるということですね。戦ってるということです。新海さん、神様は独裁ですよね。違います。神様はですね、なんて言ったらいいのかな。確かに一人で、ね、一人で神様は治めますけど、それは独裁という言葉にではありません。どういうことかというとですね、独裁というのはですね、独裁っていうのは当然その国民のことを考えていないということですね。国民のことを考えないで政治をするのが独裁です。キム・ジョンウンがですね、北朝鮮の国民のことを考えていると思いますか。いいえ、全然考えてませんね。そして、じゃあ神様は、どうかというと、神様はもちろん人間のことを考えて、人間のために命を捨てるような方です。人間のために命を捨てるような方が独裁ということではないわけですね。春樹さん、神様に祈ったら
すべてうまくいくのでしょうか。それはですね、基本的にはアメンですね。基本的には神様に祈ったらうまくいくのです。しかしそこにはですね、プロセスが必要です。私たちは正しい心、正しい信仰で祈る必要があります。イエス様もおっしゃいました。私にとどまり、私の言葉にとどまるならば何でも叶えてあげよう。つまりイエス様にとどまり、イエス様の言葉にとどまらなければなりません。それは例えば、イエス様の言うことを聞かないで祈ってもダメでしょう。イエス様を信じないで祈ってもダメなわけです。正しい心が必要ということですね。義人の祈りは聞かれる、義人の祈りは聞かれると書かれています。悪い人の祈りは聞かれないのです。悪い人の祈りは聞かれません。義人の祈りが聞かれると書いてあります。人間を試しているのに人間のことを考えているとは思いません。いや、そんなことないですよ。神様は、その罪人を救うチャンスをくれているわけです。まあ敗者復活戦みたいなね、敗者復活戦、つまり人間は、アダムとエヴァが罪を犯してもう本当は、チャンスがないんですが、神様はその罪人である人間にチャンスをくれてるんですから、それはそれも命を、ね、イエス様が命を捨てるようなチャンス、イエス様が命を捨てるようなチャンスをくれてるわけですから、人間のことを考えてるから、人間のことを考えてるから十字架にかかって死んだんですよ。もし人間のことを愛してなかったら、命を誰が捨てるんですか。命を捨てるほどの大きな愛で愛してくれてるんです。祈ってもどうしようもないことがあるんでしょうか。正しく祈れば大丈夫ですよ。正しく祈れば神様は聞いてくれます。 YouTube 治りましたか。ごめんなさい、 YouTube はですね、朝ダメなので夜だけですね。 YouTube は夜だけ。しかし YouTube に録画してますから、YouTube で録画を見ることはできます。もうかさん、私が伝道したくて神様はいますと言った時、神様がいれば幼児虐待やこんなひどいことには起きないと怒っていました。悪魔がしていることを神様がしているように見せて、神様を信じさせることをさせないようにして、悪魔が人間の霊的な目を覆っていると感じました。蒙子さん、その通りですよね。その通りです。悪魔がですね、騙してるんですね。ガロードさん、パチンコ行くことありますか。ありません。私は放送で、ギャンブルダメです、ギャンブルダメですというふうに言ってるわけです。はるきさん、私は悪いことをした覚えはないのですが、クリスチャンにならないと天国行けないのでしょうか。その通りですね。悪いことをした覚えはない、イエス様を信じないことがもう悪いこと、神様に感謝しないことがもう悪いことなんですよ。神様に従わないことがもう悪いことなんです。ですから犯罪は犯してなくても、神の目から見たら罪があるんですね。新海さん、どんな悪人でも改心すれば救われるので、犯罪は何をあってもいいんですか。新海さん、それよく聞かれる質問ですが、悔い改めなきゃダメですね。改心ですね。で、改心をするということは、ね、悪いこと、悪いことしてしまったと改心するわけですから、犯罪を犯さなくなるということです。もし犯罪を犯すならば、まだ悔い改めてないということなんですね。そこのところよく理解してください。人命救助しても未信者は天国行けないの、それは困る。人命救助はいいことですよ。人命救助はいいことですが、
しかし、それは、自分を誇ることになるんですね。自分を誇って、私はいいことした。それを自己義認、自己義認と言います。そうではないんですね。私たちがいいことができるのは自分の力じゃないんです。私たちがいいことができるのは神様のおかげなんです。だから人命救助したときに、私はいいことしたと思っては、それは間違いなんですね。人命救助したときに、神様、私は人を助けることができた。ありがとう。イエス様、ありがとう。と、そうなったときに、それは正しい行いなんですね。微妙ですよ、皆さん。理解できますか？新井さん、それはちょっと違うんですね。それはちょっと違うんです。死にそうなクリスチャンを人命救助するということは、そのクリスチャンがですね、さらにイエス様のために働きができるわけですね。私たちは天国に行くことが目的ですが、しかしこの地上で、イエス様のために働くことも大事な目的です。もし天国に行くことだけが目的だったら、クリスチャンは自殺すべきですけど、そうではないんですね。クリスチャンは、生きててイエス様のために働く、これが大事な生きてる目的です。なぜパチンコはダメなんですか？つまりですね、ガロードさん、パチンコというのはですね、ギャンブルですよね。ギャンブルっていうのはですね、少ないお金で大金を手に入れようとしているわけです。つまり目的はお金だということですね。聖書にお金を愛してはいけない、お金を愛してはいけない、金銭を愛することは諸悪の根源、金銭を愛することは諸悪の根源とあります。だからガロードさんは神を、お金を神としている、お金を神としているんですね。お金は神ではないんです。お金は神ではありません。つまりお金が偶像になっている、偶像礼拝しているということですね。お金が神の人たくさんいますよ。世の中ですね、ほとんどの人はお金が神です、ね、それは偶像崇拝なんだということですね。天国はどこにあるの？天国は上にありますよ。ですからガロードさん、お金を求めるんじゃなくて、神の力、神の愛、神を求めるということですね。多くの人はお金を求めていますが、神を求める必要があるということですね。イエス様おっしゃいました。神と、ね、富と両方に仕えることはできない。神と富と両方に仕えることはできない、二人の主人に仕えることはできないとイエス様おっしゃいました。私たちは富に使えるのではなく、神に使いましょう。劉備さん、上に宇宙があるだけ。天国がね、宇宙のどこにあるかは分かりませんが、別空間かもしれませんが、天国に行く人がですね、宇宙を取っていくっていう話をよく聞きます。よくSF でね、星がピューってこう、宇宙をこう、すごいスピードで飛ぶような SF があるじゃないですか。それとそういう感じでね、天国行くときに宇宙をヒューってですね、飛んで宇宙に行くという証がたくさんあります。ですから、宇宙のどっかに天国があるのかもしれません。ニクさん、初見です。自分は神様を信じてます。神仏混合神様に毎日ニクさん、神様は一人ですよ。神様一人です。神仏混合はダメですね。それは奥さんがたくさんいるようなもんですね。夫がたくさんいるようなもんです。それはダメですね。私たちは一人の夫、一人の妻、つまり一人の神様でなきゃダメなんですね。メイダさん、タバコ、お酒、パチンコ、どれかでもやめようと思って考えるとありますか？誰かに聞いてるわけですね。
罪は消えますか？イエス様の血によって消えます。イエス様の血によって罪が消えます。ブラックホールに吸い込まれるよ。まあ、ブラックホールってね、不思議なものがありますよね。まあ、ブラックホールは地獄みたいなもんですが、ブラックホールが地獄かどうかは分かりませんが、地獄のような感じですよね。なんか落ち込んでいくみたいなね。地獄に行くときにスーッてなんかね、落ちる感覚があるそうです。ああ奈落の底に落ちるって言うでしょ。奈落の底に落ちる。地獄に皆さん落ちるとき、こう落ちてるとき、イエス様って叫んでくださいね。こう落ちるときですね、イエス様って叫んだとき、ふわってこう途中で止まってまた上がってきますからね。ぜひ皆さん地獄に落ちるときに、イエス様落ちる前にね、落ちたらもうちょっとおしまいかもしれません。地獄に落ちるときにイエス様って叫んでください。そしたら救われるかもしれません。ディゼルさん、私の罪は消えませんが、なぜですか？悔い改めましたか？4番さん、おはようございます。自分の罪を悔い改めましたか？ガロドさん、パチンコやってすっきりしたい。いや、余計に出なくてですね、もやもやしますよ。ガロドさん、逆に出なくて、ストレスになりますよ、ストレスに。モンクさん、救われると酒もタバコもパチンコも したくなくなりますよ。どうかイエス様を信じ救われてください。ニクさん、宗教って大事なんですか？いえ、宗教はダメです。宗教しないでください。宗教はもう、それは偶像崇拝ですね。宗教は偶像崇拝です。宗教をやらないでください。イエス様だけを信じてください。イエス様を信じることは宗教ではないんです。イエス様を信じることは、真理なんですね。宗教は、偶像なんです。偶像なんです。悔い改めましたが、前科が消えません。天国の前科が消えてますよ。天国の前科が消えてます。ジゼルさん、イエス様を信じましたか？イエス様を信じて、イエス様の弟子になりましたか？タナさん、おはようございます。はい、それではですね、話を続けます。へりくだるもの、皆さん、水はですね、水は流れます。どういうふうに流れるんですか？水はですね、高いところから低いところに流れます。よくこの話は牧師がすることなんですけど、その神様の恵み、神様の救いはですね、高いところから低いところに流れます。つまり高ぶった人には、恵みが来ません。へりくだって神様に対して自分を低くして、キリスト教も宗教ではないですか？宗教的なキリスト教もあります。宗教的なキリスト教は、間違っています。本当の、イエス様を信じる信仰、それが大事なんですね。吹き上がる水、吹き上がった後どこに行きますか？吹き上がったらですね、下に落ちるじゃないですか。皆さん、私たちは、低くなればなるほど、それは神様に対してということですね。神様に対してへりくだればへりくだるほど恵みが増し加わります。ですから、ぜひ皆さん、私たちは、自分を低くする。それはどういうことかというと、信仰の甲という字は仰ぐというですね、イエス様を仰ぐ、イエス様を仰ぐということが低くなるということです。イエス様に感謝する、感謝すればするほど低くなるということです。イエス様に従う、従わない人は、イエス様に従わない人は結局高ぶってるということですね。高ぶってるから従わないわけです。自分を低くすればイエス様に従っていくんですね。ですから、ぜひ皆さん、
救われるためには自分を低くする。よくですね、クリスチャンの中でね、ノンクリスチャンでもそうなんですけど、どん底に落ちるって言うじゃないですか。なんかいろいろ苦しいことがあってどん底に落ちる。そのどん底に落ちた時は、ある意味では低くなってるということです。神様がなぜ試練を与えるんですか。私たちを砕いて低くするためなんです。皆さん、試練の意味を知ってください。試練の意味、それは私たちを砕いて低くするため、傲慢な私たちを、この低くするために試練があるんです。ですから試練の時喜んでください。試練の時に喜ぶんです。その試練の時低くなって、試練の時低くなってですね、そしてへりくだることができます。その試練によってへりくだると、そこに救いがあり、そこに恵みが増し加わるわけですね。ジャンクさん、風俗はやめてください。イエス様は心で女性を勧誘するのも罪だと定めました。私も誘惑に負けますが、イエス様に付き従い悔い改めています。そうですね、多くの人は女性を情欲を持ってみます。イエス様はそれを会員だと言いました。じゃあどうすればいいんですか。私たちは神の愛で、神の愛で女性を見て、神の愛で男性を見て、神の愛で人を見る、敵に対しても神の愛で見る、人間の目で見てはいけない、神の愛で人を見ることこそ、それが正解なんですね。ジュテロンさん、なぜ多くの人は、日本人は傲慢なんですか。一つの理由は、偶像崇拝ですね。つまり、偶像崇拝すると、悪霊が入って、傲慢になる。傲慢の理由が、偶像崇拝ということですね。日本は、神社お寺、偶像がたくさんあります。偶像崇拝がたくさんあります。だから日本は、傲慢になっている。あの戦争も偶像崇拝、天皇崇拝という偶像崇拝で高ぶって、日本は偉いということで戦争しました。傲慢が戦争を起こすんですね。傲慢が戦争を起こし、その傲慢がまだ日本にあるんです。だから日本に、試練が来ます。日本に試練が来て、敗戦も一種の試練です。でも敗戦では日本は砕かれなかったんです。一時的に砕かれたけれども、また傲慢になってきました。神様は日本に試練を与えて、日本をまた、砕いて、日本を砕いて低くして、イエス様を信じるようにさせるのではないでしょうか。ですから皆さん、砕かれる前に悔い改めるべきだということ、これが私の主張です。日本がまた神様に試練を受ける前に、私たち自身が自分を低くして、自分を低くすれば試練が、なくなるのです。ジャンクさん、イエス様こそ無二の素晴らしい褒めたたえられるべき方。アメン、アメン。メイダーさん、イエスキリストを信じて信仰にありますように。そして誠実に生きて、パチンコ、タバコ、お酒、風俗をやめられますように。アメン。ジゼルさん、私はいつか死にますが、その日が来るのが怖いです。ですから死ぬ前に永遠の命を受けてください。永遠の命を受ければ地獄に行かないのですから。多くの人は死を怖がります。それは潜在的に地獄に行くということを知っているからですね。当然地獄は怖いです。地獄に行ってはいけません。私も地獄は怖いです。だから私は地獄に行かないように、天国に行くように頑張っています。
ぜひ皆さん、知ってください。あ、もうだいぶ時間過ぎましたね。私たちは自分を低くする、ですから、偶像崇拝するということは、まあ高ぶってしまうということですね。ですから皆さん、悔い改めてイエス・キリストを信じるというのは自分を低くするということです。イエス・キリストを信じないということは高ぶるということです。イエス様を信じるということは、ね、イエス様に対してこう自分を低くするということですね。信じないということはイエス様に対して上目線、ね、イエス様を上目線で見ているという、つまり高ぶるということです。イエス・キリストを信じるというのは、自分を低くするということです。あ、私は罪人です。私は憐れんでください。あなたの許しが必要です。イエス・キリストを信じるということは自分を低くするということですね。ぜひ皆さん、どうして悔い改めてイエス様を信じなきゃいけないのか、その理由を皆さん知ってください。皆さんが将来、ね、どこに行くのか、将来どこに行くのか、それは皆さんの心次第ですね。ゆくさん、難しい。イエス様が一番なんですね。勉強になりました。そうですよ、イエス様が一番です。ジャンクさん、愛する兄弟姉妹と共に主を待ちわびる素晴らしさ、イエス様を知らない人々に伝えたい。アメン。ジャンクさん、一緒に伝道しましょう。一緒に伝道しましょう。この放送に来てること自体がもう一緒に伝道していることですよ。ジャンクさんのコメントが人々にいい影響を与えてますよ。モーカさん、私も天国に行けるよう自分を低くし、イエス様を信仰し、悔い改めて生きていきます。アメン、アメン。ゲンちゃん、神がいるからこそ、自分自身が存在できている。神に感謝。アメン。そうです、神がおられるから私たちは作られ、神がおられるから私たちは存在しているんですね。そのことを信じましょう。私たちの存在はイエス様のおかげなんだ。イエス様のおかげで今私たちは作られ、生かされてるんだ。そして私たちの将来もイエス様の御手の中にあるんだ。それを信じるんです。それを信じるんです。自分の力で生きてるのではない、自分の力で生きてるのではない、高ぶってはいけない、高ぶってはいけない。私たちは作られたものとして、愛されてるものとしてへりくだる必要があるということですね。はい、はい、ハンサムさん、おはようございます。イエス様は無償の愛ですか？イエス様は無償の愛ですよ。イエス様は無償の愛、無条件の愛、無条件の愛。リュービさん、愛されてますよ。リュービさん、愛されてますよ。まだリュービさんは感じてないかもしれません。リュービさんはイエス様に愛されています。マヒロさん、お金儲けは罪です、ね、お金儲けは罪です。聖書にあります、ね、お金を愛してはいけない、お金を愛してはいけない。ゆくさん、人は欲とプライドがあるからなかなか難しいです。そうですね、その欲とプライドを捨てるということがへりくだるということですね。肉とプライドというのは、高ぶる、まあ、道具と言ったらいいのかな。私たちが高ぶるのは肉とプライドによって高ぶっています。ですからへりくだるためには欲とプライドを捨てなければなりません。欲とプライドを捨てるということこそへりくだるということです。キューちゃんは成長の家ですか？いや、違います、違います。神の家です。私は、神の家です。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああそうなんだ、私は知らず知らず高ぶっていた、知らず知らず自分の
苦しみは神様のせいじゃないかと騙されていた。自分は、お金を偶像として高ぶってきた。ああ、私は無に過ぎないものなのに、神様に感謝しないで、神様に感謝しないで欲とプライドによって生きてきた。これからは悔い改めて欲とプライドを捨て、イエス様を信じて自分を低くしよう。自分を高ぶってた自分を、低くして、これからはイエス様を仰いで、自分を低くして謙遜に生きていこう。神様に感謝していこうと決心する人、アメン。決心する人、アメン。アメン。アメン。はい。あやぽんさん、ゆうさん、もおかさん、げんちゃん、ジャンクさん、ゆうびさん、ゆうびさん、アメン。素晴らしい。ヒットさん、アキさん、ハンナさん、アメン、アメン。姉さんは自分を低くしてます。自分を低くしてます。自分を低くするものは高くされる。自分を低くするものは高くされる。ジゼルさん、天国で善果が消えることが大事です、ね、この世で消えなくてもいいんです。ジゼルさん、この世で消えなくても天国の善果が消えることが大事なんですね。そうすれば天国に行けるんです。キューアノン、知らないですね。キューアノン。ジゼルさん、ですからイエス様を信じて天国に行くということを信じましょう。天国に行くということを信じましょう。天のお父様、感謝します。今日は、低くする、聖霊様が働いて、自分が低くなれば、自分を低くすれば、聖霊様が働いて、救われます。高ぶっては、救われません。自分を高くするものは、聖霊様が働きません。私たちは、自分を低くしたいのです。イエス様、私たちのプライドを取ってください。私たちの傲慢を取ってください。私たちの自分を高くするその悪い心を取って、イエス様に感謝して、イエス様を喜び、イエス様に聞き従うという謙遜を与えてください。どうぞ。日本は偶像が多くて、偶像崇拝が多いので、イエス様、どうぞ、たくさんの人が高ぶってますが、彼らは何も知らないのです。彼らの罪を許してください。彼らの罪を許し、彼らが低くなって、イエス様を信じるようになりますように。また日本が、その高ぶってます。高ぶって日本は、イエス様を信じませんが、どうぞイエス様、試練が来る前に日本が救われますように。日本がへりくだってイエス様を信じますように。どうぞ憐れんでください。日本を憐れんで、試練が来ないように、へりくだって日本が、試練を受けないように助けてください。そして、日本が本当に砕かれてイエス様を信じる国、イエス様を愛する国となりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん期待しましょう。期待しましょう。イエス様は素晴らしい方です。皆さんを愛しています。素晴らしいことが起きます。皆さんに素晴らしいことが起きます。日本に素晴らしいことが起きます。信じましょう。期待しましょう。イエス様を本当に心から信じて、感謝してイエス様を喜びましょう。それが低くなるということです。それが本当の謙遜です。本当の謙遜、それはイエス様を信じること、イエス様に感謝すること、イエス様を賛美すること、期待すること、イエス様に期待すること、それが本当の謙遜です。本当の謙遜です。
本当の自分を低くすることです。一緒に歩みましょう。一緒にイエス様に従っていきましょう。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。シャローム、良い一日を。シャローム、アメン、良い一日を。シャローム、シャローム、ありがとうございました。シャローム。